どうも、インクの福太郎です。トイです。お願いします。今回なんですけど、福太郎デニムということでね、今回もちょっとやらせていただきたいんですけれども。こんな川に囲まれて。今回もね、今までの福太郎デニム同様、で、この LVC44 に合う最高の相棒をね、見つけるという企画なんですけど、はい、今回なんとですね、はい、すごいですよ。どえらいですよ。どえらいこと起きてます。今回、こちら。じゃん、レッドウィングでございます。いや、ついにここまで。もうレッドウィングでね、撮るのは夢だったんでね、はい、ありがたいことなんですけれども。5年かかったね。いや、長い道のりやったね、はい、いやー、ちょっとついにたどり着きましたね。今回はこちら、レッドウィングシューストア、ルクアイレタン、ルクアイレ店さんの方でね、ちょっと撮影の方させていただくんですけれども、はい、まあ、福太郎何買うんやと。いや、この前最高の相棒よってレッドウィング買うてましたよね。いやいや、ほんまに。いや、もうこっちもね、もうめちゃくちゃ最高なんですけど。いや、めちゃくちゃエイジングもしてて、めっちゃかっこいいやん、これ。え、改めて、めっちゃかっこいいやん、改めてね。いいですね。去年ですかね、はい、ちょっとレッドウィングでこちらアイアンレンジャーのラフタフ、はい、ラフ&タフ購入させていただいたんですけれども、はい、ちょっとね、もう同時期ぐらいから欲しいモデルありまして、ずっと欲しいなって、ずっと欲しいなってちょっと思ってたんでね、はい、今回ちょっとその靴買わせていただこうと思います。オイレッドウィング。はい、というわけで、はい、今回ちょっと撮影協力させて、させてあげてる。撮影協力していただくレッドウィングシューストア、ルクアイレ店さんの店長の、鈴木さんと店長の前田さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。今回なんですけど、はい、ね、レッドウィングといえばやっぱりブーツじゃないですか。まあ、もちろん875はじめアイリッシュセッターとかブーツだと思うんですけれども、はい、ブーツだけじゃないじゃないですか、やっぱり。ああ、確かに。今回ね、ちょっとレッドウィングで単靴ちょっと狙ってるんですけれども、お、まあ、察しのいいね、もう視聴者の方ならもう分かると思うんですけれども、何なんでしょうか。レッドウィングの単靴でちょっと今私狙ってますのがポストマンでございます。お、いや、もうこれもっと前から持っとかなあかんかったね。いや、ほんまやで、ポストマンで、ね、5年目でみたいな。初心者やんみたいなね。まあ、そんな感じでちょっと今日はポストマンの方をね、購入させていただきたいと思います。おお。というわけで、ちょっとポストマンの方を見せていただいてもよろしいですか。そうです。この方がポストマンになっております。いや、これ一番前にね、あるね。おお。やっぱ改めて見るともうなんか言うことないよね、ポストマン。これ完成されてるよね、もうこれ。しかもこれ確かアイリッシュセッターと一緒ぐらい歴史あるみたいな。そうですね、今年でちょうど70周年、70歳って感じで。お、70年、うわ、すごいね、70年前から完成されとるね。そうですね。いや、もうじゃあそのセッターと並ぶって言ったらもう2大エースですよ、2枚看板ですよ、ね、いや、そういうことよね。レッドウィングのこれね、改めて見るとね、はい、かっこいいですよ、やっぱり。ちなみに今回はちょっとどういったところに惹かれてポストマンを。やっぱりね、ちょっと今持ってるこちら、はい、レンジャーのラフタフ、はい、めちゃくちゃおもろくて最高の革なんですけど、言うてたね。まあ、雑には履いてるんですよ、うん、あんまりブラシとかもしてなくて、はい、ブラシとかしたらやっぱこう毛が寝ちゃうんで、うんうん、光沢が出ちゃうんで、こうほんまにラフにタフに履いてるんですけど、はい、雨はやっぱり避けたいなと思いまして。マシミになっちゃうからね。そうなんですよ、このヌバックというか加工してないレザーのね、いいとこ悪いとこあって、うん、やっぱりいいのはね、顔の表情がもうダイレクトに伝わるんですけど、うん、反面ね、雨、水とか汚れに対してすごい弱いというか、なるほど、ね、目立ってしまうんでね、雨の日もレッドウィング履きたいやないかいということでね。365日レッドウィング生活のためにそう、そう、ポストマン。というわけでこちらをね、ポストマンのやっぱレザーがね気に入ったんで、うん、今回ポストマン購入させていただこうかなと思ってまして。こちらはどういった革なんでしょうか。一応革の名称としてはブラックシャパラルっていう革を使ってるんですけど、非常に今塗膜をしっかりとしてるレザーになっているので、今おっしゃられたように本当に雨にも非常に強い革になってますし、で、まあ、元々がやっぱりこのポストマンってアメリカの郵便局員のポスタルの、はいはい、製靴で採用されたっていうのもあるので、うん、非常にまあクッション性に富んで履きやすい、まあ、長時間履いても使われにくいっていうのもあるのが特徴になってまして、なるほど。今あとはこちらの方にエイジングのサンプルがある。うわー、豪華やな、はい、これ三重紙、はい、三重紙、
まあ、新品がこの感じなんですけど、でも全然違うやん、雰囲気が、はい、全然違うやん。うちのスタッフが、まあ、今でも普通に履いてるやつなんですけ ど、 なるほど、非常にその履く方の癖が出るっていうのが特徴になってくるんで、確かに、はい、シワの感じもね、ツヤの感じも全然違うもんね、まあ、全部違う感じなので、もちろんケアの仕方とかによっても全然変わってくるんで、なるほど、はい、そういったまあ楽しみっていうのは本当にこうオリジナルのオンリーワンの一足になるっていうのがポスの特徴にはなるんですね。いや、かっこええな、エイジングもこれめちゃめちゃいいと思いますよ。やっぱちょっとポストマンね、まあ、はい、エイジングって言ったらやっぱりこう何6インチプラスチックモックとかアイリッシュセッターみたいなとこもあるじゃないですか、うんうん、いやね、全然タングスもね、おもろいエイジングするなっていうところで、あ、こっちでも見せてくる、うん、いや、このシワね、はいはい、結構大胆に入ってるじゃないですか。確かに、いや、このカジュアルタングツみたいな感じがしてね、うんうんうん、好きなんですよ個人的に。確かにシワ感と波打ち感がちょっとっ、そういいですね。でやっぱこれラストが細いんでしたっけ、結構フィルムの中では一応一番細いラストです。へ、はい、細いからこう何ですか、これがこう最初はちょっと立体的やけど、うん、履いていったらこう潰れてくるというかね、こうなるほどね、足に沿ってエイジングしてくるみたいな。なるほど、こんなもうエイジング冥利に尽きるじゃないですか、こんなの一番好きですから、みんな一番好き、一番好き、これが一番好き。いや、皮の表情とかもやっぱいいんですけど、はいはい、あ、これ足に沿ってくるっていうの、なるほどね、体感的なエイジングね、機能面的にもやっぱいいですから、そういうのって。なるほど、そういうのがね、エイジングにもちょっと今回注目してるっていうところなんですよ。なるほどね。いや、でもこれね、エイジング全然違うけど、ちょっと気になったのが、はい、ちょっとうっすら表面かかってんのかなみたいな、はいはいはい、これはどういうケアの方法で。通常まあこちらとかでしたら、うちはフッツクリームで仕上げてるんですけど、はい、あ、これちょっとフッツクリーム感あるよね、はい、でこの2つに関してはちょっとまあつま先ハイシャイン表面仕上げをしてるワックスのせる感じなので、いや、これ様になるね、ほどよりツヤ感がギラッと出してる感じ。ギラッとしてるね、はい、表面って言ったらね、通常ドレス、そうですね、シューズ系なんですけど、はいはい、こうドレスのこの磨き方をしても様になるっていうね。なるほど、これいいか、これかっこいいですよマジで。ポストマンでもやっぱりこの育てる人たちの育成方針によってちょっと、うん、そう、違う表情見せてくるね。他にちょっとこう加工じゃないですけど、表面に乗せてますけど、こんだけエイジング千差万別ありますから。確かに、おもろい靴ですよ、うん。ちょっともう早速というか履きたくてね、もう早くこれにしたくてうずうずしてるんでもうこの今買う前からこのゴールを見据えてね、なるほど、うずうずしてるんで、試着させていただいてもいいですか。ありがとうございます。じゃあ、まず足のサイズだけ測らせていただきますので、はい、このかっこいいやつ、これ、はい、これ欲しいな、これがかかとつけていただいて、チッカーをつけていただいて、使い道ないけど欲しいな。でこの状態で肩幅ぐらい自然に立ってもらって、はい、見てもらったら、一応実寸なんですけど、サイズ US の7ハーフになりますね。あ、はい、これはい、はい、今これ履いてるんですけど、これも7ハーフで、はい、こっちもそうですね、ほぼ、ね、7ハーフで問題ないかなっていう感じですね。わかりました、はい、ありがとうございます。このスリップ欲しい、これでな、これ売ってない、売ってたんですけどね、売ってたんや、これ週ね、あ、なんか 見ましたそれ、なんかインスタとかで、これええな。じゃあ一旦一緒のセブンハーフからお願いします、はい、うわいいね、この箱開けた時のね、高揚感、でもラストはこれよりもちょっと細い、細めになりますね、そこがな、どうやろうな。じゃあ人によってはハーフサイズ上げられる方もいるみたいな。全然多いですね。なるほど、はい、8の可能性も全然あるな。全然こことか痛いから俺、ああそうなんや、こことかここと か, こ, こ, とかここはねちょっと余裕あるんやけど。なるほどね、こう両サイドいつも締め付けられてるんで、じゃあさらに細くなるとなれば、そうやな、はい、はい、うわ、あ、結構かもしれんこれ、結構かも、結構ですってこと？いや違う違う、そんなことない、そんな違います、断る時のやつじゃないから。いや、これ結構、どうなんやろ、ビタビタって感じですか？靴下は厚めというか、うん、ウールソックス
なるほど。道屋さん直伝のポイント6を出させていただいてる。さすが正統後継者。え、いいの名乗って。いや、分からんけど。長髪とヒゲの感じで、そうあと眼鏡かけたら完成。完成です。いけるかな。一回ちょっとよかった、歩いてみよう。うわー、いいなーこれ。うわ、なんで持ってなかったんこれ。いや、ほんまや。なんで。俺のワードローブに一番いるやつやったんじゃん、これ。このね、気軽にデニムに合わせられるタングツということで、うん、デニム持ってるし、ファティーグパンツ持ってるし、チノパン持ってるし、うん、どれもいけるやん。ほんまやで。ちなみにどうですか、足は干渉したりするんでしょうか。うーん、あと、僕あのクロンダイクは、はい、7で履いてるんで、7で履いてるんで、締め付けには慣れてるんですけど、通格がバカになってると。これ迷うな。うーん、上げてもいい、上げなくてもいいし、はい、上げてもいいしみたいな感じで、はいはいはい、これより薄手の靴下とかやったら全然これで OK 着ちゃう可能性もあるけど、あの皆さんこの辺ってどうですかね、くるぶし、はい、そこがやっぱりね、非常にこう当たられる方がかなり、やっぱ多いですか。僕自身もあのやっぱり当たった経験があるんですけど。本当ですか。はい、もちろんサイズアップしていただくとさらに当たると思うんで。ああ確かに、はい、その辺のちょっとバランスが難しいとか。難しいな。単純に上げればいいという問題ではない、うん、ちょっとまあ1回8も試してみていいですか。はい、はい、8どうでしょう。8ちょっと大きいかもやっぱり。なるほど。レッドウィングの靴ってアメリカ系の靴ってやっぱかかとがちょっと大きいかなっていう印象があるから、単靴、うんうん、やとさっきもちょっと教えてもらったんやけど、抜けてまうかもっていう。なるほどね。とこで足首までホールドしないから、ちょっともうちょっと抱きしめてほしいね、これ。なるほど。もうちょっと包容力がホールドしてほしいね、これ。包容力足りてない。うん、ちょっとこの身長比で見ても、うん、ちょっとでかいかな。え、俺いつもエイトなんやけど。なんかちょっと細くてシュッとしてええ感じじゃないの。1センチ差の俺にちょっと波紋を呼んでるよ。まあ、ポストマンに関しては、はい、あのまあ、ブーツとかでしたら足首でホールド感が出せるんで、そうですね、基本的にちょっとオーバーサイズで履いてもらっても特に問題ない感じなんですけど、なかったです。ポストマンに関してはその同じサイズ感で選んでしまうと、まず一番があのくるぶしが結構当たりやすい。いや、めっちゃ当たってますね、はい、これは今深いんですよね。深い、はい、そこをまず見ていただくのと、結局伸びた後に結局、はい、ホールド感がなくなってくるので、確かになるべく痛くなければジャストの方がっていうのもありますし、はいはいはい、ただまあ普段履かれてるサイズ感に近い方がいいっていうのももちろんありますし、そうですね、サイジングってやっぱりお好みがあると思うので、はい、まあ、服とかもそうだと思うんですけど、はい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 、ゆったりめが好きな方はもちろんゆったりめで大丈夫ですし、確かに、はい、ちょっとじゃあちょっとホールド感の強めのセブンハーフにしようかな、はい、ジャストが好きな方とかでしたら、あのセブンハーフ、結局ジャストに戻るっていう。なるほどね、はい、やっぱセブンハーフちょうどいいです、はい、これちょっとね、まあ、あんまりまだ買ってないんで、はい、こうゆっくり歩いてるんですけど、はい、あのソールがやっぱちょっと特殊というか、多いよね、ちょっと軽くて柔らかいみたいな、ちょっと歩きやすい感じはしますね、もうすでに。アインシュテッターとかの前身となるソールやっけ。あ、このトラクションソールの前のやつって感じなんですかね、じゃあ。また印象変わってくるんですけど、クレイヤーソールでしたっけ、はい、いいですよ、これ。はい、というわけでね、はい、今回こちらのね、すいません、あの行儀悪くて、こちらの、はいはいはい、ポストマン101です。いや、バク似合いよ、これ。いや、ええよな、これ。うん。でも、ちょっとね、雨の日に履くようにしようと思ってたんですけど、はい、晴れても履いちゃおうかな、これはもう。いや、これは確かに履きたなる。もう服によっては全然こっちやもんね。うん。いやー、これちょっとええ買い物したわ。ちょっと今回、買い物させていただいて、あの、レッドウィングシューストア、ルクアイレー店さん。ということで、はい、これちょっと噛まずに言うとちょっと難しくて。なるほどね。じゃあ大阪市内で、はい、レッドウィングで2店舗ですね、はい、もうあの皆さんご存知 の, あの本町 の, あの雰囲気たっぷりの建物もいいんですけど、
こちらルプアイレ店さんはアクセスがめちゃくちゃいいから、いや退勤も来れるよ。そうやな、会社の帰りに来れるからね、うん、あのもう電車も3本通ってますし、はい、地下鉄も入れたらもっと通ってますから、はい、でもうね大阪住んでる方もね、大阪通る方もね、ちょっとねついでにねレッドイング下車、レッドイング下車で途中でね、あの羽を休めていただいて、ちょっと購入とか試着とかしてみてください。いやかましいな。今回はこの辺でありがとうございました。ありがとうございます。